ネギをいっぱい乗せます。見てください、これこんにちは、まつきです。今日は妹がお家に遊び来てるので、ちょっと飲もうかなってことで、簡単なズボラ飯作りながら飲みます。マジで引っ越してきてからこのキッチン、カレー作った以来使ってないなと思って、まあ雑にもう超簡単な、もう洗い物極力少なめのズボラ飯作ってお酒飲みます。ジップロックの中にキャベツをちぎって入れてきます。ジップロックの中に手でちぎったキャベツ入れて、ごま油まあ大さじ2ぐらいと、ごま、結構多い方が好き、大さじ1ぐらい、ニンニク入れた方が美味しいけど、ちょっと今日ないからなしで、塩昆布、かつお節、ボウルとか出すのめんどくさいからこれシャカシャカします。おつまみキャベツです。一品目どうぞ食べよう。やったー、酒入れるの忘れてたぜ。待てない。うまー、レモンサワー、レモンサワー、乾杯。焼きチャクは乱雑に、こういうのは携帯行くのよ、まやちゃん。ボウルにマヨマヨを投入。マヨマヨ、うちらの好きなマヨそして青森粉チーズ、今これをぐるぐる混ぜます。ちくわちゃんを投入、ちくわちゃん投入して一緒に混ぜます。マヨネーズとアルミホイル引いて並べていくよ。じゃあこれ5分ぐらい焼きます。次はみんな大好きもやし。豚バラ 10% 引きだったぜ、やったぜ。もやしの上に豚バラを敷き詰めて、今から塩、こう塩です。これをまあ5分ぐらい600ワットでチンします。イン、この音を、音色をね、音色をじゃじゃじゃーん、完成いたしました。ミシナメちくわ揚げ、コースターで作るちくわ磯辺焼き、いただきます。やばい、食べたい、超美味しい、食べたい、うん、いい、食べて、おいまよに一味でもありれば、あうまっ、うまっ、やばいね、うんうん、酒が進むよ、はい、次はうちらの大好きな納豆おつまみ、やったー、イエーイ。はい、油揚げ、油揚げもなんと 20% 引きでした、イエーイ。助かるよ、熱いからじゃあここでやるわ。これにたっぷりネギかけます。ネギをいっぱい乗せます。見てください、これ美味しいに決まってんだから、こんなの間違いない。3品目完成、はい、完成です。レンチンだから楽よな、楽、美味しい、うん、うん、うまもう毎回これでいいわ、肉うまいこと、楽だね、うん、うん、マジ美味しいな、うん、これ何杯もいきたいね。ラスト1品作るよ、納豆だ。次はこの油揚げを半分に切って、こんな感じポッケ作る。どれも美味しいけど、このちくわね、ちくわ好き、うん、
まだまだありますんで。うまい。油揚げ半分切って、あともう一つがピザ用チーズ。私はちょっと豆乳のやつ選んだ。美味しそう、豆乳のやつと、あと納豆、何でもいいんだけど私梅風味のやつが好きでこれ買った。ボウルの中に納豆とピザ用チーズを入れる。あとネギ、白ネギ、これを混ぜ混ぜ、この油揚げの中に納豆をイン、油揚げの中に納豆を刻みネギチーズ入った状態で、竹串をでもいいんだけどね。これ。これ長いからこれまとめていっちゃおう。なんか可愛いよ。ね、うんせ。口に刺した油揚げちゃん。お。私はまたもやフライパンを使うのがめんどくさーい。ってことでまたこちらを使います。イン、油揚げ、チーズ、大葉タイプのやつを作ります。今キュート大葉めっちゃ好きなんだけど。次具材、中大葉タイプ、お、美味しそう。ラストは油、ハサミ揚げっていうの、油揚げ、納豆、はさみ揚げ、間違いない、マヨネーズに一味、これつけて食べても美味しいはず。じゃじゃーん、これ危ないから取ろうね。サクサクや、美味しそうじゃない。サクサクしてそうで美味しそうこれ出てくるかな、納豆が。やばい、美味しい。やっぱこれやばいわ。マヨネーズと一味つけて、うん、すごい。待って、めっちゃ中からチーズ溶けて美味しい。マヨネーズつけたより美味しい。これ絶対好きやと思う。やっぱ納豆好きにたまらん、これ食べよう。上から下映してる。まだ？いただきたいと思います。はい。めっちゃ美味しくない？美味しくない？うん。やっぱシソのやつ。うまいわ。シソのやつも入れちゃおうかな。うんうん。ね。つまんで飲んで。お休みしたいと思います。やばい、めっちゃ良かったな、うん、たまにはこうやってつまみ作りながら飲むか。飲もう。うん、みんなおすすめのおつまみあったらさ調べるけんさ、これめっちゃ簡単でいいよだったらコメント教えてください。マジで作りたい。では今宵もいい夜を。じゃねー。